こんにちは、どうもです。今、私は芋虫を救いたいっていうフォロワーさんが作ってくださったゲームを遊んでいきたいと思います。最初にニューゲーム、どうやって動かすんだこれ。あ、こうか、なるほど。これはなんだ、俺のパソコン、なぜかここに置いてある。そういえば最近芋虫のパソコンは見当たらないな。どうやら同棲をしているようですね。布団が2つってことは多分こっちが僕で、でこっちを整ってる方が芋虫ということでしょうか。なんだか湿ったパンツが入っている。汚らしい。こっちは芋虫のクローゼット、少し覗いてみてもいいのでは。いや、でもバレないでしょ。うん、バレないバレない。コウタンは二つ名が覗き魔になった。中には何も入っていなかった。普段ならばあんな服やこんな服が入っているはずなのになんだかおかしい。どうやら何かがあったらしいな。これはなんだ。コウタニウム博士が残したメモの数々だ。フング類、ムグルウナフ、クトゥグア、フォマルハウト、ガー、グア、ナフルタグン、イヤー、クドゥグア。え?ユードンが出現。わからん。あ、クトゥルフ神話ネタってこと?何してんの、ユードン。いや、コウタンに呼び出されたんだけど。え、もしかしてクトゥルフ神話?僕、クトゥルフわからんよ。でも、こうして俺を呼び出したからには、それなりの覚悟があるよね。戦う、逃げる。戦ってやろう。いいよ。うん、さっきはユードンに殺されたからもう一回最初からニューゲームだ。これセーブってどうやんの。これはパソコンか。イモチャからの手紙だ。イモムシからの手紙を手に入れた。アイテム欄から読める。アイテム欄、あれ、これクリックできん。残ってる手紙はにゃ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 上だ。大家のやつ、ケチケチしすぎなんだよ。ローンの支払いはいくらなるほど。どうやって、あれは見れんの?あ、なるほど。スキル、装備。ホモ、は?ホモだと?装備、最強装備、すべて発動、武器、うんぬんかんぬん。なるほどね。わかった。あ、セーブボタンあったわ。よし。じゃあ、こっち側行ってみる。コウタニウム博士のラボへと続く道だから、今は特に行く必要がないだろう。なるほど。こっち側は何が?採掘場へと続いている道だが、モンスターが来るので埋めた。ああ、すごいリアル。読めない本が置いてある。IQ が伺えるな。外に行ってみよう。待って、いろいろいる。あ、ハイハトだ。コウタン、もう2時だけど、ようやく起きたんだね。どうしたん?どうしたもこうしたもないよ。芋虫が大変なことになっているっていうのになんでこうだ、何にもしてないんだよ。大変なこと?ホフキンジェーラだよ。聞いてないの?何それ。芋虫がホモキャラで不女子から金巻き上げて JK とラブラフし始めちゃったの。これはつまり恋も解散?うん、このままだと解散。しかも芋虫とコラボができないこうたんの市場価値が思いっきり下がるだろうね。動画が伸びなくなるのは非常にまずい。やばい、それはまずい。だからコウタン、芋虫を救おう。どうやってやるのさ。JK たちが消えればいい。え?っていうのは冗談にしてもった。芋虫囲っている JK たちをどうにかしなきゃいけない。でも JK 殺しちゃったら犯罪じゃない?今更かよ、お前。あ、ハイハト?まあ、コウタンならなんとかできるでしょう。何人か殺したんだろうな。いや、そんなこと言われても。あ、そうだ。行く前にこれあげるね。武器、木の剣を手に入れた。木の剣を装備しよう。装備。木の剣。木の、あった。木の剣を手に入れた。すべての JK を倒すことによって芋虫と会うことができます。わら。じゃあ頑張ってね。わらってなんだよ。頑張ってね。オッケー。じゃあ頑張る。ハイハトが言うならね。何かある。パンを手に入れた。にゃー。かわいい。お前は誰だ?はー、イモちゃん本当にかわいいな。わかる。だよね。泥酔した時にテンションがバカ高いところとか。うん。
普段真面目なのに酔っちゃうと我を忘れるところとか。うん。他は？え？酔った時のギャップ以外で芋虫を可愛いと思わないのかい？ところで君は芋虫の居場所を知っているかい？知らない。さよなら。なんて理不尽な。JK1 が出現。なんかね、面白いな、これ。モンスターみたいな立ち位置なんだ。待って、JK 結構体力高えな。JK の体力はどこだ？てか、JK のビンタの方がなんでキノテンよりも火力があるんだ？さっさとくたばれ。え？嘘？ここでセーブ。うんぬんかんぬ、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 うんぬんかんぬ。 JK が死ぬ。よし、今度はお前のことは絶対に許さんぞ。逃げるってどうなんの？わからん。魔法エゴサ壁ドン 60%。 あ、いいな、壁ドンしちゃおう。えい。 JK には効かないの？嘘。じゃあ攻撃、あ、間違えた。攻撃 JK。 でもこれってどうやって勝つの？攻撃 JK。 じゃあ防御とか。倒せないじゃん。 JK 待って。じゃあアイテムでパンを回復。おー、すごい。なんて、今のってあれかな、アンダーテールの最初のパイと同じ感じで結構重要な回復アイテムだったりするのかな。火力ご用紙。よし、なんか強いじゃん。もう知らない。え、どうせイモムシなんてクンの動画見てる時ぐらいしか知らないし、ツイッターも全然更新しないし、くんの動画見るのやめてやる。イモムシくんが一番マシそうだったから推しにしただけ。推し、誰が推してるんじゃなくて、誰かを推してる自分が好き。基本リツイート、いいね、リプが多い。イモムシにもらったけど、こんな売れもしないアイテムくれてやる。アイテム、桃の玉を手に入れた。なんてクズ野郎なんだ。許さねえぞ、お前。で、これは何だろう。セーブ地点。あ、回復しよう。おお、これはなんだ。馬面ハギ像、隙間に 500G 発見した。うん、いいね。あ、ビッキーだ。いや、でも僕はビッキーの後にこの骨を手に入れる。なるほど。じゃあビッキーに話しかけてみようか。ではビッキー。あ、ビッキーじゃなかった。あ、コウタンだ。イモムシの居場所は知っている？知ってるし教えてもいいけれど。けど今のコウタンじゃイモムシくんに会う資格はないかな。まあ、また来てよ。なんや、お前。なるほど、なんかしら。てか、あん中に絶対イモムシいるってこと？こいつは誰？いや、待て。まず、お金を見てて、で、セーブをしよう。いいね。このセーブ地点何回も使えるのがなかなかに素敵だ。あの、何かご用でしょうか？イモムシがどこにいるか知っている？イモちゃん。ああ、イモムシくんのことですよね。それは当然知っていますが教えませんよ。なんで？彼本人に口止めをされています。わかります？あなたは彼に必要とされていないんですよ。じゃあ私は失礼していいですか？これをイモムシくんに見せたいので。何それ、紙？そうです。せっかくだし見ますか？うん。わ、キモ。いかがでしょう？素敵な絵だとは思いませんか？彼の華やかさ、愛らしさをすべて鹿と表しています。なんか皮肉だよな、これ。うん、悪くないんじゃない？ファンアート勢か。ありがとうございます。では私はここでと。おや、その手は何でしょう？もしや私を倒す気ですか？ファンアート勢に悪い奴はいないと思います。はい。ですが、どうやらあなたはイモムシさんを探している。そしてイモムシ君はあなたを遠ざけたい。つまりあなたはイモムシ君の脅威となり得るんですよ。さようなら。何それ。
バカ強いやん。待って。違う。セーブ。違う。オプション。待って。ゲーム、オプション。あ、よし。危なかった。よ。もう容赦しねえぞ。ファーと勢だからと言ってよ。キモいっちゃったらダメだ。キモいっつって言ってね。ファーンとはキモいで、よし。JK2 が出現。戦う。攻撃。JK2。いいやん。素晴らしいな。敵の HP が見えないのがさ、相手の体力どれくらいかよくわからんけど、僕 RPG アンダーテールしかしたことないからわからん。待って、なんで基本 JK の方が火力が強いんだよ。待って。回復。あ、ない。じゃあ、魔法。で、アンチ成敗。アンチ全体的、エゴサしよう。おお。なるほど。ああ、なんだ、魔法使えんだね、最初から。じゃあ、もう一回。あ、待って、これ結構、なんか結構全体的に難易度が高いですね。でも大丈夫です。僕はジェームが強いので、女の子であろうと暴力は欠かせません。相手が僕に対して一方的に攻撃をするのであれば、僕は相手が女性であろうと暴力を振るいます。ありがとう。嘘、私が待てるなんて。あなたが芋虫さんに会いたいという気持ちはとても強いのね。これをあげるわ。きっとあなたの役に立つはずだから。アイテム、白の玉を手に入れた。なるほどね。JK を倒して、玉を手に入れるんだ。あ、コノじゃん。待って、コノの前に手前の手紙を読んでおこう。難しすぎてよくわかんない。バカが。本と本の間。これはメモ？コノは求人は高収入が稼げる求人を紹介している情報サイトです。コーノはコーノはコーノはのテーマソングチュニャ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 はあ、明日はどのマックを食べようかな。いつも通りすぎる。いいよな、なんかな。一日中マック食ってきっといつか体ぶっ壊れそうだわ。うん。いやいや、それは違うじゃん。いや、絶対そうでしょ。何、どうしたの？あ、コウタン。いやさ、タガソウがコノの受験終わったら消えんのかなって言うんだけど、ありえなくない？でもぶっちゃけコウタンもそう思わね？絶対大学って男いるから楽しいじゃん。コノは女友達できるタイプじゃないし、今は男ができるような環境にいないから、ここにこだわっているだけであって、男さえリアルでできれば桜のように散っていくだろう。それは確かにクンさんも言っていたよね。ねえ、コウタン騙されないで。じゃあ、コノの真似。ねえ、コウタン騙されないで。私絶対この世だから出ていくとかしないし、姉妹で動くぐらいぐらい。まあ確かにコノはもう頑固な面あるしな。もうせっかくコウタンが決めてよ。もう考えても俺が正しいだろうけど。マジでありえない。ねコウタンもそう思うでしょ。コノってやたらと咳払いすんね。ってすんの。高そうじゃないかな。当然だよな。お礼にこれやるよ。鉄装備意識。あ、マジでありがとう。コウタン見る目ないでしょ。やった、高そうのこと信じてよかった。おお、待て、セーブしておく。こまめなセーブが大事だから僕は。待て、なんか嫌ってたの。これはさっき読んだな。そっか、セーブ地点のやつか。ふう、じゃあ行くか。僕はもう鉄装備手に入れるんだから、そこらの、そんじょそこらの奴らには負ける気がしないね。じゃあこっち側行ってみようか。あ、こっちは行ったな。これはなんだ？井戸か。川の防具。いや、もう今更いらないな。これはなんだろう。よしこちゃんいる？
いないみたいだ。よしこちゃんはいないと。じゃあこの隣は誰だ。誰かいますか。声を、音を大きくしていいよ。え、大丈夫かな。多分毒状態とかそこら辺だと思う。しかも鉄格子だったじゃん。多分監禁されてんだろうね。よしこちゃんの家のあの窓はさ、木のやつなんだけど、毒状態の窓は鉄格子でこうやってやられてんのがさ、だいぶちょっと闇があるよな。かわいそうに。こっち側はなんだろう。あ、武器屋さんかな。多分ダミ友が忘れているパクロー、コノノアの牛乳。あ、ええやん。てかあれだよね、なんかよからぬことを考えてたら細めになるのいいよね。かわいい。盗んでもよくね。おいー、ディッ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 、パソコンだ、勝手にいじったらダメだろうか。いや、ダメに決まってんじゃん。銀玉乗りってやつ。へい、らっしゃい。ここは武器屋だ。武器を買おう。じゃあ売ってみようか。革の防具かな。革の防具を売る。購入。木、石、鉄、イカオの牛乳、ひななの牛乳買っておこう。ひななと、あと、鉄の剣かな。で、装備しておこう。武器、あ、最強装備にしよう。よし。で、売る。売却で、木の剣を売ろう。せっかくハイハトにもらったけど仕方がない。だって鉄の方が強いもん。で、セーブを欠かさずにやる。僕はゲームが得意なのでね。で、武器屋行ったから、ちょっとこっち側行ってみようか。この明らかに怪しげな、あ、多分防具屋さんかな？鈴木姉さんの防具屋さんか。ドラゴンクラフトのネタが入ってるみたいだね。じゃ、購入。盾。盾かな。で、装備。最強装備。お、ええやん。じゃあね、鈴木さん。こっち側何があるんだろう。こっち側は、特に何もないみたいだ。OK?じゃあ新しく強くなった僕の強さを試してやろう。何か私に用？イモムシがどこにいるか知ってる？めんどくさ。どうせ私のことも倒すつもりなんでしょ。4の5のいいからかかって、死の5のいいからかかってきなよ。よくわかったな。JK3 が出現。僕はあなたに対して容赦はしません。JK3 が炎上させた。あ、ちょっと怖いな。弱えな、お前。まあ、僕、鉄装備だからか。仕方ないね。いやー。TP ってなんだ？ TP って何の数値なんだろう。これ、マックスになったらどうなっちゃうんだろう。装備強い。おー！何かを差し出してきた。黒の玉を手に入れた。どうせイモムシさんは私のことなんか知らないんだろうけど。無言で見守るロム系ファン。多分すごい優秀つうかあれだね。無害つうかあれだよね。これはなんだ？ジャダ。GM9 の墓。タコワサの墓。タコワサ死んだんだ。エルジャバの墓。L って AERE じゃないの ?ER、まあいいや。レテン、これはなんだ？石のあれがあるけど、これは何もないな。待って、穴がある。この中からなんか入れたりするかな？しないな。じゃあ、セーブ地点に戻って、もう一度全回復をしよう。僕、アイテムをいちいち使って回復をするのが、もったいないことぐらい理解しているからね。こっち側に行ってみよう。こちら側は何があるかな？イン。ホテルかな？やばい、こういうとこワクワクする。あ、旅メイド。でもなんかゴドン化してるっぽいな。かわいい。これファマスか。一人ディズニーのここがいい。一
一人なので時間、うわ。あ、ツイッターのか。あ、なるほど。ドゼックピン。超逃げたの。誰から？ハロー。おやつたくさんもらえた。もらえるのも才能だぜ。あのさ、なんでさ、ロゼピンはマイクラスキンなのにさ、トンガリはガチの、あの、ちゃんとピエロなんだろうね。でも面白いな。じゃあ、ノジャジャに会うか。ノジャジャ、待て、ノジャジャ会えない。会えない。クソ。ノジャジャ、共通テストの点数採点を聞いてて、もしかしたら俺も受かる側の世界線もあったのかなって。切ないな。引いてみる。オッケー。綺麗な演奏をしたご褒美に 500G もらえた。そりゃどうも。いや、すごくいいな。この人は誰だろう。待て、多分名前じゃなくて、あの、見た目から察するに、こいつは、いやでもこんな好きなやついたか？有馬美子とかかな。あ、JK だった。やっぱ声がいい。マジでバブじゃん。もうこれはバブだ。あの、この動画の2分23秒マジで息が止まっちゃう。はぁ、やっぱこの引き笑いが可愛すぎるんよ。思考すぎ。あの、はぁ、何ですか？芋虫の居場所を知っていますか？ガチ恋勢の同担拒否からすると、コータの存在めっちゃムカつくんですよね。だってあんた金のことしか頭にないでしょ。すべてお見通しと。待って、あの、あ、酔っ払いか。酔っ払いすごいな。戦う。じゃあ攻撃。いや、待て、攻撃じゃない。これは魔法の方がいいな。で、アンチ成敗を使おう。え、待って、すごい。三連攻撃か。じゃあ先に JK 倒した方が良さそうだな。ちょっと待って。酔っ払いの火力はそんなに強くないんだな。で、JK がやたら強いから、先に JK を、ミス。ミスとかあるの？よし。今のはクリティカルが入ったな。で、周りの酔っ払いは男、やめろ。これはあれだ。配慮が足りてない。で、ちょっと回復しようか。魔法、エゴサ。よし。酔っ払いのくせして火力全然ねえな。お前そこら辺の華奢な JT に待てんのかよ、その攻撃力は。ウォー。待って、もしかしてさ、周りのさ、いや、でもそんなことないか。待って、じゃあ、回復しよう、とりあえず。あ、間違えた。ちょ、待って、普通に食らうじゃん。じゃあ、回復。エゴサ。防御魔法と間違えて押してしまった。てか、JK の火力、えぐない？パンをちゃんとしっかり回復をするのも大切だ。だからパンを食べる。いいね。JK のビンタの威力がえげつい。だから先に JK を倒すことに専念をします。ゴールドがもうちょっと溜まればダイヤ剣とか変えたんだけどな。待って、なんでこんな強いんだよ、JK。だと周りのこいつらって先に処理した方がいいのかな。てか、もしかして鉄の剣の威力がちょっと弱すぎんのかもしれんな。JK、うわ、待って、えぐいわ。ひななの牛乳は最後まで取っておくよ、僕は。うわ。戦う攻撃。JK、いや、待って。魔法なんかねえか、火力。あ、いいな。JK に壁ドンしよう。あ、混乱来た。よし。このデバフのね、効果はいいよ。間違えて自分に攻撃とかすんのかな。よし。で、酔っ払いの火力はもうカスだから、あとはもう消化試合ですよね。魔法で移送してあげましょう。アンチ。
最初からアンチ倒せばよかったのか。アンチじゃなくて、レベルは12に上がった。なかなかええやん。あと2人ってところですね。はあ、もう、せっかく入れてもらえたのにな。アイテム、青の玉を手に入れた。入れてもらったってなんすか？話しかけられそうな雰囲気ではない。多分いろいろと、あれなんだろうね。こっちは？待って、なんかちょっと待って。なんかおかしいな、階段の登り方が。まあいいや。ちょっと待って、先にセーブしておこう。知らんのがいるな。で、最初にこっちね、キラッとしてるところ。ネズミの穴、何百字、あざす。これは誰？毒状態。今日燃え天気やな。あれ？じゃあさっきの家でぐちゃぐちゃなってたのは毒状態じゃないってこと？ヌスト、しめしめ。毒状態。おい！毒状態。あ、ヌスト、びくう。今日燃え天気やな。ヌスト、しめしめ。おい！びくう。今日燃え天気やな。しめしめ。え？そして7年の月日が経った。小説、クンティッツ歴7年の毒状態。出典、毒状態、ツイッター。わけわからん。本当にわけわからんな。セーブしておこう。なんか、女の子がいると、そこでセーブしておくのがいいかもしれませんね。女の子は基本悪役なんで。ノルノルベーカリーです。いいね。じゃあ、パンを。え、10個で1個ってこと？あ、なるほど。はい、じゃあパンを10個買いました。初回特典でパンを1つつけておきますね。すげえ、ちゃんと RPG みたい。こいつは誰？どうして芋虫くんを探しているの？理由なんてない。収益のため。理由を叫んで。多分実況してるから僕はこっちだろう。芋虫を探してる。なんで探してんだろう。うーん、芋虫がいたいと困るから。そう、それもまた一つの答えですね。私に戦う気はないです。でも忠告だけさせてください。彼を守る最後の門番のような彼女は TO です。父さん TO？ トップオタクの 略称です。主にアイドルに使われますが、ともかく彼女が彼にかけたお金と時間は凄まじい。そうしてオタクたちをまとめ上げる存在を TO と呼びます。はい、私は引退した TO です。彼女たちを私は抑えきれませんでした。どうかご分を。黄色の玉。いい JK もいるんすね。桃、白、黒、青、黄色、5つの玉が光り輝き始めた。おそれらが集まり一つになった。黄金の弓矢を手に入れた。これはもしかしてあれか。さっき門前払いされた。一応返さなくていいんだよ。別に返さなくていいんだって。もらえばいいんだよ。そんな持ち主がいないってことは、それはもらっていいですよってことなんすよ。わかる？いや、よくねえよ。それは泥棒の始まりだ。その考えは絶対に良くないからな。僕はそういうのをしっかりと理解できる道徳心がある。倫理観がある。だから僕はそこら辺はしっかりとしてるから、アルバイトだって何だってできる。でも僕は今までアルバイト一回もやったことはないし、多分アルバイトはできないと思うな。めんどくさいし。じゃあ行こう。さっき門前払いされた JK のところにビッキーがいたな。ビッキーに話をかけよう。すごいね、あの子たち全員倒したんだね。待って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 。んが出現。 TO が出現。両端がファンタジーなんすけど、多分相手ら回復してきそうだな。アンチ成敗。おいおい、ちょー、 TO は鬱を相手に発症させた。え、待って、えぐない？これは魔法で攻めよう。てかさ、周りの取り巻きってこんな強くていいの？さっきとは全然違うじゃん。鬱を発生させた。待って、あのさ悪魔倒せんくね？じゃあ待って、じゃあ魔法だ。魔法で壁ドンを、ちょっと待って、TO にやろう。よし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 
え、無理じゃね？無理じゃね？無理じゃね？おう。え、待って、え、あ、そっか、先にこいつら倒さないといけねえな。おお、物理攻撃に弱いのか。こいつらそんな強くなさそうだな。ほう、お前全然強くねえじゃねえかよ。僕の方が強かったな。いや、いやだ、私はまだ。いいね。お、待って、セーブしないといけん。イモムシ、どうしたんだ、イモムシ。イモちゃん。思ったよりも早かったね、コータン。もう十分でしょ？家に帰ろ。え？コータン、もう後戻りはできないんだよ。イモムシが出現。えーらい、雑、うん、うん、安心のクオリティだな。は？え？待て、コノの牛乳を飲むしかない。あれ？何？あ、防御系のアイテムだったんだ。マジで？じゃあ、先にさ、セーブして全回復してから行った方が良さそうだな。イモムシが思ったよりも強いわ。よし、これで準備満タン。あとはイモムシの元に行くだけ。いや、待てよ。もしかしたらもうお金がたくさん集まってるってことで、ダイヤ券とかそこら辺買えるかもしれないから、先にダイヤ券とか買っちゃおっか。イモムシを倒すために、僕はしっかりとダイヤ券を買うことをお勧めします。了解、ミタモスさん。じゃあ、買いますね。あ、ダイヤ買えないじゃん。僕7000、上嘘。じゃあ、売却します。これいくら？素早さアップ。防御アップ。あ、安っ。嘘だろ？マジか、ダイヤ券買えないのか。じゃあ、鈴木姉さんところでダイヤ防具買おう。ダイヤ防具は買えるんじゃないかな。いらっしゃい、ここは防具屋だ。購入。あれ、これも買えないの？嘘だろ？じゃあ、あるだけ？金アーマーだ。盗まないで。むしろ姉さんから盗める人はいない。盗んでみせる。どうにかして僕はこの、あー、くそ、こっち側行きたいな。はぁ、しょうがない。装備とか全然強化できなかったけど、イモムシにそのままの状態で挑むしかなさそうだな。まあ、仕方がない。それがゲームの仕様だというならば、僕は諦めてその仕様に従うとしますわ。イモちゃん！思ったより、うんぬんかんぬんぬんかんぬん。ぬんかんぬん。トゥルルルルルルトゥッチ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 。あ、バカ。魔法はどうだ？壁ドン。効かない！待て、じゃあ、他に何か、俺はただゲームを楽しみたいだけだから。おい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 。もしかしてこれ耐えるゲー？耐えるってこと？おー、なるほど。これはあれじゃないかな。制作者ちゃんとかニヤッとしたんじゃないかな。おってなったの？いいよ。おってなったらおって言って。お。そもそもコータンはおかしいと思わないの？俺たち別に最初はただの仮面コンビみたいな感じだったじゃん。いや。勝手にホモホモ言われて意味わからん。キッズからはてー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 って言われて。それで仕方ないんじゃ、金を稼ごうってすれば不女子から金を巻き上げてるって。他の参加勢も金は巻き上げてんじゃん。まあ、僕もね。そっか。確かにイモムシは動画内で恋もっていう単語使ってないから不女子から金は巻き上げていないんだよな。
で僕は YouTube のチャンネルの動画でやたら恋モテ単語使うから、まあ JJ から金巻き上げてんのはどっちかっつうと僕なんだよなって話なんだけど、勝てる気がまるでしない。どうすれば。そういえば使っていない武器が一つ、イケコの牛乳を使うしかない。ダメだこれは。嘘だろ、イモムシイケコのこと好きじゃねえのかよ。まあ、僕もひななの方が、まあ好き嫌いだからな。僕はひななちゃんが女三風の中で、ビジュアル的な意味では好きだよ。人としてはよくわかってないから知らないけどさ。あ、違うな。ロゼックピンさんかな。ロゼックピンはいいよ。本当に。ロゼックピンはいいよ。待って、お前、回避を狙うんじゃねえのかよ。これはですね、攻撃を相手にしないことによって、相手からの攻撃をね、防御および回復にて、耐えて耐えて耐え続けて、で、ストーリーを進めていくという形ですね。すなわち、サンズ戦みたいな感じ。うんぬんかぬんぬんか、それでしかね、大丈夫。多分こいつアンダーテルのサンズみたいな感じで、基本的な攻撃は効かないけれど、こうやって自分が避ける続けることによって、待って、防御ってぶっちゃけ意味ない気がするんだよな。パン。勝てる気がまるでない。どうすれば。そういえばさっき使っていない武器が一つ。そう、黄金の弓矢。いっけ。当てすぎじゃね。どうしたの。あれ、コウタン、俺は、いや、なんかごめんね。いや、元に戻ったんならいいんだ。帰ろう、芋虫。釈然とはしないけど。まあ、いっか。ゲームクリア。お疲れ様でした。ここはゲームの後書き等ぐらいがある場所です。それ以上は特に何もありません。はい、ハト。黄金の弓はキューピット。ローマ神話、クピットの持つ弓矢がモチーフです。神話では彼の持つ黄金の矢にいられた者の心は激しく、恋情を覚えるそうです。恋も応援していいと思った彼女たちの気持ちが集まったんですかね。これをすべて後付け設定ですが。あ、なるほど。黄金矢がいられたイモちゃんの交代への恋心が本物かどうかは別の話かもしれません。まあこれからも公式 CP ではなくなってもお幸せでしておるらぺい。イモムシ行こう。JK のモチーフはリアルに存在するゲーム制作者の私が実際に見たことあるような方をモデルにしています。決してバカにしようとかそういう意図があったわけではなく、こういう人いるよなーくらいの気持ちで作りました。次はあるある腐女子で作ってみるのも面白いかもしれません。確かにな。腐女子は面白い。プレイありがとうございました。初めての RPG 作るということで、おたたあったかもしれませんが、楽しんでいただけたならば幸いです。このゲームはホフティンジュルをきっかけに作り始めました。あんな前から作り始めたの？すごいな。もともとはもっと単純なアホのように溢れ出てくる JK たちをバッタバタ倒していくコウタンの予定でした。なぜこうなったんだろう。ユードンイラストにのご協力いただいた豆腐代表さん、ツイッターと豆腐代表さんには最大の感謝を、もちろんプレイしてくださったあなたにも、どういたしまして。作者のツイッターは、@ななまえたきとです。全人類爬虫類、ああ、あの人か。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ゲーム終了。ふぅ、いいね。なんか釈然としないけどってあったかな。他のエンディングもあるのかもしんないけど、僕はとりあえずこれで終わるとしよう。こういう素晴らしいゲームを作ってくださった全人類爬虫類さんには、すべての感謝を込めてありがとうございます。それではさようなら。